ゲストはこの方です。どうぞ。はい、今回のゲストは矢沢壮太です。よろしくお願いします。矢沢壮太でございます。よろしくお願いします。お久しぶりですね。お久しぶりです。本当にで、壮太とアーチンファウンっていうバンドを一緒にやってたりだとか。まあ今はバックナンバーとかスミカとかのサポートのミュージシャンとして活躍しているっていうような男でございます。はい、そんな男でございます。今回ね、まあ久しぶりに僕と壮太が同じ画面に並んでいるっていう。人によっては衝撃画像かもしれないな。本当そうじゃない。まあそうだと思う。いや本当に。でなんかまあいろいろねそういう募る話っていうのももちろんあると思うんだけど、俺が今回聞きたいなと思ってるのは、まずはそのさっきも言った通りそのバックナンバーとかスミカとかの今サポートをやってる。でそのサポートの仕事ってどんなものなのかっていうところっていうのはこれファンの方もそうだしバンドマンとかも知らないじゃんね多分。その辺のちょっと具体的な始めたきっかけから始まってどんな仕事なのとかっていうところも聞きたいと思ってるし。はいということで、はい、今回聞いていきたいのは音楽サポートの仕事っていうことについていろいろ始めたきっかけだったりとかアリーナとかそういうところで一日どんな感じで動いてライブまでやって終わっていくのかなみたいなところだとか、はい、まあ面白いところとかなんかそういうサポートの仕事のまつわるエトセトラみたいなところをちょっと聞いていきたいなと思ってるんだけど、まずサポートの仕事を始めたきっかけっていうのをちょっと教えてほしいなと思うんだけど。きっかけですか。うんきっかけはバックナンバーがメンバー3人でしょ、第4人目が欲しいという話になってたらしいんです。でその時ね我々アーチンファームが、ね、第1次29歳の時だったんだけど、まあ、1回休止を挟んでます、でその時に、まあ、めちゃくちゃ暇してたんですね、でまあすごいバイトしてまして。寿司の配達をしてた時に電話かかってきて、マネージャーの方からね電話かかってきて「何してんの?」って言われたから「あ寿司配達してます」みたいな話をして「で実は」みたいな「バックナンバーでそのサポートを探してるんだ」という話になって「おーなるほど」と思ってまあ正直言うとね今とは比べ物にならないぐらいギターが下手なわけですよ私は。世に出すのも恥ずかしいぐらいの技術しかないギターでよくそんなんでメジャーデビューとか言ったなって感じなんだけど、それでいやさすがにちょっとギターは僕あんま得意じゃないのでこれ多分言ったと思うんだけど、その時僕「モル君でいいんじゃないですか?」って言ったんだよ。あそうなの、そのギターが弾ける人でしょって言った時に俺が知ってるギタリストで、まあ、今暇そうだなっていうのを、まあ、その時ねちょっと間連絡取ってなかったから、そのジョアイがねちゃんと動いていたっていうのを知らなかったんで「モル君どういいんじゃないですか?」みたいなこと言ったら「いやそうじゃなくてコーラスを探しているんだ」というところでお声をかけていただいて。コーラスなら僕得意ですよっていう話になって、じゃあちょっと一度スタジオで音合わせしてみましょうみたいな感じになってで行ったんですよ。そしたらまあ情報がうまく伝わってなかったと思うんだけどオーディションだったんだよね。まあ相対以外にもいたんで、そこでスタジオに行って時間何時に来てねって言ってギター背負ってバイクで行ってで待ってたの。そしたらまあいおりくんがバーッと目の前に通って「あそうさんお久しぶりです」っつって「ちょっと待っててください」みたいな「ちょっと待って」ってなんだろうなと思って、でそしたらでしばらく待ってたのこうやって。そしたらガチャって出てきたのが後輩のバンドマンの子が「あれそうたさんじゃないですか」ってなって「えなんでいるの?」みたいな「久しぶりじゃん」みたいな「あ今どきますんで」みたいなこと言って「えっ?」と思ってなんか「あ他にも候補いるんだ」ってそこで初めて知って、そしたらハードケース2本とねヒューサンドケターのヘッドアンプとエフェクターボードみたいなのを「あお疲れ様です!」とか言ってこう持ってきてくれて「俺その時原付きだったからそのストラト1本とブルースドライバー1個だけこうやってウィーンってやってきてなんかみんなに久しぶりやるの楽しみだなとか言ってウィーンって言ったらそれだけで来て装備全然違うと思って「ちょっとお前それ貸してくんない?」って言って「いやもう俺帰るんで」みたいな「ですよね」みたいになってで「おはようございます」みたいな入ってったらまあそこに事務所のね社長とマネージャーとメンバーでまあ他にも何名かいらっしゃって。ようこそみたいな感じで「あれオーディションなんですか?」みたいな話になって。とりあえずじゃあちょっとセッティングをって言ってももう秒で終わるわけですよね。そうだよね、ボンボンだからで2曲ほど演奏をやって、まあたくさん練習したんですけど、まあギターメタメタで、いやオーディション的あそうなんだと思ってたんだけど、そこで社長がちょっとコーラスをね聴いてみたい、コーラスだけ聴いてみたいっていう話になって「春を歌にして」かなと「Stay with Me」という曲がそのオーディション曲だったんだけど。その曲でちょっと「春を歌にして」を上のハモをやってくれって言われて「分かりました」って言って、でまあ当然できるじゃないですか。まあバーってやってみたいな、ちょっとなんかスタジオに安心した空気が、まあ僕はギターやってる時ちょっと音もあんまちょっとあれだったと思うんだけど、あんまりちょっともやっとしてて、後日また連絡するからっていう話になって、あオーディションだったのかなんか落ちたらちょっと恥ずかしいなと思ってて、何日か後かな、そのまたマネージャーの人から。もうバイトし狂ってたんで「おはようございます」みたいな感じで電話で出た時に「ということでお願いしたいと思ってます」みたいな話になって始まることになったんですよ。でまあ僕のことをご存知の方はね、もともとボーカルですから、サポート業をやろうっていうアイデアはもちろんなくて、今はねサポートでお仕事いただけるようになったけど。サポートとして生きるとか、それを仕事にしてお金をもらうっていう概念は一つもなかったので、まあなんかその本当にメンバーみたいな感じで、僕は彼らは売れると思ってたんで、成功するプロジェクトになるんじゃないかなと思ってたんで、ゆくゆくねまた違うギタリストの人とねやっていったりとかするかもしれないなと思ったんだけど、まあそこまでにやっぱり先輩ですから、少しでも俺が思ってること知ってることを彼らに伝えてあげたいっていうことで、まあ当時はね上からですよ全然ですけど、まあそういう感じでその自分の経験値とか、これはまあ自分で今使うことができないから誰かに託して使ってもらいたいということで、ねまだ今みたいにメンバーも成熟してないから、まあちょっとしたことでの小競り合いであったりとか、悩みであったりとか、先々こうなるだろうっていうこともやっぱ分かんないから。まあ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 みたいなとか、俺はこう思うよとか、だからこうしていこうよみたいな話をちょっとそのちょっとの間は先輩っぽくやってたかな。だからサポートで演奏でみんなを支えるぞっていうよりは、本当にメンバー4人目として自分ができることを、まあ当然移動もハイエースでさ、もう九州まで行ってとかやるわけだから、まあその中で運転もして、で平等にねお酒じゃんけんしてみたいな感じで、なるほどな、まあギターだけじゃなくて、その全体に溶け込みたいっていうそのサポートを、俺はそれしか多分できないなと思ったから、もうそっちに全振りですよね。それやりながらしっかり演奏もまあできる範囲で練習してっていう感じだったかなと思います。はい、そうか、まあもともとあーちんとバックナンバーってね対バンしてたりとかしてたっていうようなねこともあったから、そうたがそのサポート決まった時にみんなが納得してたよね。やっぱりそうたってもともとやっぱコーラスすごい好きだったし、コーラスがね好きなんですよね。なんか人間的にも間を取り持つみたいな性格してるって多分みんなも知ってただろうし、確かにそうたってボーカルとしての能力とはまた別に、そういうところのサポート能力っていうのもありそうだよねっていう話になったのはちょっと覚えてるね。本当、逆に俺はねそのどうなのかなと思ってて、まあでも周りの意見をさ聞いててもさ、しょうがないじゃない。だから悪くは言わないと思うんだけど、俺がそんなにギタリストとしてすごいわけじゃないっていうのみんな知ってると思うから、みたいな。あとまあライブハウスのね知ってる友達とかに聞いたら「そうちゃんがそんなのやるの?」みたいな「みんな驚いてるよ」みたいな「ああでも確かにそれは間違いないな」と思ったから、別に覆そうっていう気持ちよりは「いやいいんですいいんです」もうそれはもうそのイメージのまんまでいいし。でもやっぱりいつか役に立っていけば、立つことができれば、まあそのものになっていくかもしれないと思って、そういう意味でなんかひっくり返していこうかなっていう。俺は強いんだぞっていうのを、できるんだぞっていうのを見せつけてもしょうがないじゃん、できたところで「へえ」だから、じゃなくていいんですよ別に。もうバンドってやっぱチームだから、チームで成功するために今俺が何をできるのかっていうのが大事だなと思って、で自分がボーカルやってた時に、まあモル君ねギターで横で見てて「お前こんなライブじゃダメだぞ」みたいなすごい怒られてたじゃない。で俺の気持ちからすると「うっさいボケ」みたいな感じなんですよ。こっちは命かけて喉枯らして歌っとんじゃみたいなところなんだけど、そのさ自分の思いとさ周りが見てる俺の良さ、まあボーカルに求めるものっていうのかな、違うんだなっていうことをそのまあモール君と同じ立場としてまあステージに立った時にあっここも確かにもうちょっとこういう方がいいかったし、あ、なるほどこういうこと言ってたのねみたいな。もちろん俺と伊織くんはね全く違うタイプのボーカルだと思うから、一概に比べることはできないけど、なんとなくみんなが求めるボーカル像みたいなものっていうのがまたそこで少し見えて、まあ余計な話だったかもしれないし、何かの役に立ってれば嬉しいけど、なんか俺こう思うよとか、こういうことを俺怒られてきたんだよねみたいな、だからこういう感じで今の感じで全然いいと思うとか、まあもちろんガーンとかは俺はするタイプじゃないから、自分の言葉でちゃんと伝えてたかなっていう。そういう話もしたんだね。したっすね。結構当然今でももちろんだけど、そのボーカルの在り方っていうのはもうボーカルにとっての課題だから。エゴでも歌いたいし、正しいことも自分の知識の中にあるけど、周りから求められることにも応えながら、ちゃんと自分の中でどこに折り合いをつけるのかっていうのが一番難しいと思うから、まあそういうところの手助けになればいいかなっていう感じだから、ギターサポートっていうよりは、まあそういうメンタルだったりとか。なるほど。まあ俺はねそういうつもりで接してたけど、まあもちろんだからそれはそれで僕もさギターをさもっとちゃんと弾かなきゃなとか当然出てくるし。じゃあそういう機会与えてもらったから一生懸命練習しよう、まあ俺なりにね練習して、まあ俺なりの回答は出してたつもりなんだ。多分もちろんもっと上手い人いっぱいいるからさ、それに変えちゃっててもよかったのかもしれないけど、そういう部分でのチームとしての在り方みたいなところで多分評価を受けたんじゃないかなと俺は。そうかそうか。という部分でも評価してくれたんじゃないかなと思って。なるほどね。そんな感じのそのサポートのやり方からスタートしたんだね。そうですね。考え方とかね。はい、考え方はそうです。なるほどな。本番前も普通に話してます。ライブをさ良くするためにはさ、ここにピークが欲しい。バックナンバーって目的がお客さんに一番いい音を聞いてもらう。ミュージシャンサポートメンバーに関わらずなんだけど、スタッフに一番報いる行為は